はいそれでは11月20日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます今まく種はやがてあなたの未来となって現れる今勉強しても試験前には忘れてしまうのではないかとだから試験前に一気に勉強するんです、まあ、そう思っている方意外と多いんですね もちろん、今日勉強したことは、明日にはほとんど忘れてしまいます。これっていうのは、エビングハウスの研究結果からも明らかなんですね。エビングハウスの忘却曲線というものを調べていただくとわかると思います。しかし、復習を重ねることで忘れにくくなります。つまり、試験前に復習を重ねて定着させておくことが重要なんですね。そのことから考えても、試験前から始める。 まあ試験直前から始めるってこ,とです、ね、これはあまり合理的ではないんですね復習できる回数自体も今から勉強するのと試験6ヶ月前から始めるのとでは2倍ぐらい変わってきますだからこそ今すぐ本格的に勉強を始めた方がいいわけなんですね実際過去の個別指導の受講者様を11月から勉強を始めている方の合格率 これ8割ぐらいあったのに対して4月から個別指導を受講された方の合格率は6割だったと約6割だったということも実際あったんですね今の時期から勉強をしている人と比べて4月から勉強する人の方がやはり合格率は低いんです来年絶対合格したいという気持ちがあるなら今すぐ本気で勉強を始めましょう個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからご覧ください では3問に入ります。B は A に対して B 所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが A は C と売買契約を締結した。B が追認しない場合でも C が A に代理権があると信じそう信じることについて正当な理由があるとき C は直接 B に対して所有権移転登記の請求をすることができるルか×かという問題ですえ考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは○です B が本人 A が代理人 C が相手方という状況で今回 C に与えられた代理権の範囲っていうのは賃貸借契約なんです にもかかわらず売買をしたということは、これは代理権の範囲を超えてますよね。で、相手方については、代理権があることを信じて、そう信じるについて正当な理由がある。これは言い換えると善意無可失なんですね。よって C は表権代理を主張することができるということです。で、表権代理が成立するということは、契約っていうのは本人 B に帰属するんですね。 つまり、契約の責任を負うのは B だということです。つまり、相手方 C は本人 B に対して契約通り所有権移転登記してくださいと、直接所有権移転登記の請求をすることができるということですね。表権代理が成立するということは、契約自体有効になるから、相手方 C は契約通り所有権移転登記してくださいと本人に請求することができるということです。で、途中なんですけれども、 ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんでよろしくお願いいたします。で、問い2ですね。B が用途地域内の自己所有の農地について道路を設けて区画割りをし、その売却を業として行おうとする場合は、B は免許を受ける必要はない。丸かツかという問題です。で、答えはツですね。 免許を受ける必要がありますこれは昨日のポイントと同じなんですね。用途地域内の土地っていうのはもう原則宅地扱いです。ただし、政令で定める公共施設用地、これは宅地には該当しないんですね。道路とかっていうのは宅地には該当しません。で、今回の問題っていうのは、もともと用途地域内の農地ですよね。ここにも書いてある通り、用途地域内の農地なんです。 これを道路を設けて区画割りをするんですけども、そもそも農地だということなんで、もうこれは宅地なんですね。宅地扱いです。従って、宅地の売却を業として行おうとする場合は、B は免許を受ける必要はありますので、誤りだというふうになります。で、個別指導では、この免許の用費の簡単な解き方、これをお伝えしております。免許の用費の問題っていうのは、まあ、どんな応用問題や引っ掛け問題が出たとしても、これ確実に特典できる分野なんですね。 なんでこれ絶対得点していただきたいんですよ。ここで引っかかってたりしていたらなかなか合格できませんので免許の用費については絶対に失点は避けましょうで。建築基準法です。高さ〇〇メートルを超える建築物には周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き有効に飛来設備を設けなければならない。この 〇〇メータータこれは何でーーでしょううかという問題です実際このような穴埋め問題でないんですけどもこの数字は覚えていただきたいので穴埋め問題にしておりますで飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時にその雷のエネルギーが建物の中に入らないようにつまり、えー、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよねそういったものが建物にバーンと落ちた時に壊れないようにするためにマンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備みたいなイメージです これについては 20m ですね。20m を超える建物については原則、飛来設備を設けなければなりません。で、個別市場の受講者については、これ語呂合わせで覚えた方が早いので、語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。